こんにちは、日本改革党くつざわです。 M 様、怪物くん様、アンポン様、ご支援いただきましてありがとうございます。何度も頂戴しまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんかガーシー除名についてですね、ツイッター上ではただ国会に出てこないだけでそんなひどいみたいな擁護してる連中ですけど、党員はですね、国会法で定められた国会議員の義務です。中には小沢一郎のように毎度毎度欠席届出して休んでるやつも いますけれども、欠席届、出すだけマシなのかな。法で定められた義務を来ないだけでとか言ってるような連中はですね、私はこんなことも知らないバカですって大声で言ってるようなもんでして、そんな大声で言わなくてもですね、十分分かってます、そんなことは。ガーシーを擁護する時点で、ああこいつはバカなんだなっていうのが、すごくよく分かりますんで、そんな大声で言わなくても大丈夫であります。コラボ情報更新、若草プロジェクト実績、去年実績、保護対象は8人、弁護士45人。これ手間暇かけすぎでしょ、金かけすぎでしょ。弁護士45人雇ったから金かかっちゃったよというものでした。あとですね、不登校引きこもり経験者向け進学塾、カルペフィデムというところの代表大村さん、不登校引きこもり向けの、学習塾ですね。つまり学校とその前にワンテンポを置きますかみたいな、そういうとこなんでしょうかね。知り合いから頼まれて若草プロジェクトの街中保健室の宣伝に協力してました。若草の提示物設置やパンフレット配布といった協力です。利用者からは好意的な反応はなくリピーターもいなかった。そのうちコラボ問題が明るみになり、若草へも疑義が生じました。税金を懐に入れるような組織関係者には関与したくないという単純な気持ちで若草への協力をやめました。 WBPC、これ若草ボンドパップスコラボと同様に弱者保護を謳って延々と公金支出を要請し、その使途をコントロールしたがる個人や組織が少なからぬ規模で存在し、常々疑念を抱いておりました。この WBPC ライクな福祉関係者の提供サービスは具体的な自立策に乏しく、まあ目的が税金もらえばそれで言ってますからね。当事者の自立は二の次で、結果的に生活保護を中心とした公的扶助に依存させるだけの結果に終始しています。この WBPC ライクな福祉関係者として、手遅れ系家族会、家族会御用ジャーナリスト、引きこもり業界偉い先生の3社を挙げます。共通しているのは、一見良いことをしているように見える点と、旧社会党や共産党関係者と少なからぬリンクがある点で、この点も WBPC と共通します。個々人の自立二の次で福祉依存を加速させるという彼らのスキームに何かしらの司令塔がいるような気がしますと。自立を目指さず、まあ買い殺ししてそれのお金だっつって税金をもらい続けるって連中が多いと。若草にもちょっと協力してたけど、そんな連中に協力し続けていたくないと決心してやめました、重要なね。弱者支援業界の中の評判も若草最悪の模様ですね。大竹さん塾長なんでしょうけど、よく知ってるな。 WBPC なんて言葉も知ってるしね。実はこの自立二の次で永遠に飼い殺しっていうのはですね、村木厚子厚労省元事務次官の作ったですね、伴走型支援っていう概念なんですよ。このとんでも概念を打ち立てた村木厚子はですね、何かしらの司令塔、大村さんが感じているような、なんかどっか黒幕がいいんじゃねえか、かどうかは不明です。そういうのもですね、マルクスは
ロシア革命の実行犯ではなかったですもんね、司令塔じゃなかったのと同様にね、まあまああの若草そんなことやってるみたいであります。自立は二の次、永遠に飼い殺し、8人救うために45人弁護士雇って、だからこんなに金かかりました、来年はもっと増やしてみたいなことをやっとると。これね、あの住民監査請求が楽しみですね。次は毎度おなじみバカ総理、毎日毎日バカなこと言って、子育ての意識、高齢者や独身者にも呼びかけ、だって当事者だけでなく、まあ、高齢者や独身者もその子育てに関わってくださいみたいな、ネットなんです、意味不明、相変わらずスローガンばっかし、子供産んで女性も働こうっていう矛盾、意識を変えるって具体的に何すん、増税させろに決まっている、お前の増税でそんな余裕ない、福祉減らして子育てに回せば、つうか子育て支援も福祉だから、まああのもっと具体的に言うと高齢者の福祉減らして子育てとかに回せってことなのかな。延命措置イコール保険適用、出産や不妊治療保険外、こんなことやってる国ですからね、岸田だけには言われたくない、30年遅い、見込みのない延命措置やめるだけで10兆円ぐらい浮く、まああの人工呼吸器つけてね、そういうのもね、国民負担率をなんとかしてから言えよ、これ実質税負担率のことですね、47.5% 今は、試験ですけど相変わらずですね、選手は球をよく見ないとみたいな抽象的な何の意味もないことを言ってますよね。意識改革に叫んでもそうはなりませんよ、呼びかけても、言霊の世界の住人かよ、言霊でですね世界が良くなるって信じて歌ばっか読んでてですね、羅生門、芥川龍之介の羅生門のような地獄を作ってですね、暴力を手にしたリアリストの武士階級に敗れた平安貴族でしょうかね、スローガン言ってればその通りになる、なんかあの球場の連中と似てる、そんなんだから岸田派はですね公家集団なんて呼ばれんですよ、浮世離れしてるっつうかね、私はあの減税こそ最大の少子化対策と思ってますけれども、あとですね女性が輝く社会へっていうのもやめろ、逆効果だから社会で輝け、出産もしろ育児もしろって女性返すだから、そんなね何でもかんでもやりなさいなんつうのね、実質税負担率 47.5% のご公務員でどうして若者が将来に希望を持てんのよ、コラボみたいなですね委託事業を全部必要性から見直して、もう事業これ効果ねえな必要ねえな、打ち切りっていうのから、やり直してですね、抗菌族撃滅男女共同参画を、当面の間ですね効力停止閣議決定でいいんじゃねえので、あの減税すれば、そうやって浮かしたお金あればですね減税しながら防衛費倍増も十分できるはずですよ。あとあの税金ばらまきの原因となってる SDGs も日本以外もうとっくにこんなのやってねえんだって。 SDGs はですね官僚が必要ねえ事業を増やして天下り団体作るのに都合いいから日本だけで一生懸命やってる、事業みたいであります。最近はこれの一環としてですね持続可能なタンパク源なんつってコオロギ食うのをゴリ押ししてるみたいですけどね、河野太郎とか小泉進次郎に食わして、意外と惜しいかなんか言わしてもらってね、考えてもみてください、あの昆虫食が安全で便利でうまかったらとっくに世界中の主食になってねえとおかしいだろ、特に日本は。わらん中に入れててなんか腐っちゃった豆をなんとかあの納豆として美味しくいただく日本人であるとか、よその国だったら見向きもされねえよな、あのごぼう美味しく食ってる日本人とか、あとは何すか、こんにゃく作るのすごい手間暇なんですよね、びっくりしたけど、アク入れてみたいな、日本人以外こんにゃく食わないじゃん。あのね、ものすごい
食い物に関しては貪欲に改良を進める魔改造する日本人がほっとくわけねえんだよな。あで結論なんですけど、私の結論ね、人類の体は虫を食うようにできてないじゃないか。出なければ日本人が放っておくはずがない。ゴリ押す連中は補助金と利権、天下り団体目当てだと思います。さらに同じ席でですね、バカ岸田防衛増税に理解を得るため説明を尽くすとかも言ったみたいなんですけど、なんでこいつらですね話せばわかるって思ってんだろうね。国のトップが左翼みたいで絶望しますね。二言目には丁寧な説明をなんつって、それで全て解決するんだったらロシア、ウクライナは戦争してねえよ。こいつらのあの丁寧な説明って何なんだ。球状況の連中と一緒ですね。壊れたレコードでこちらが呆れた聞く耳持たなくなったらカジーってことなのかね。何を言っても同じ説明繰り返して、丁寧な説明ができた、こっちが呆れてもういいやってなるまで、なったらあいつらのカジってことなんですかね。選挙落ちっといいな。衆院補選千葉5区、浦安市、市川市、自民党エリアルフィア擁立を発表で、エルアルフィアっていう機械姿勢は夫婦別姓賛成、自分の名前を自分で選ぶことは人権とか言ってる。攻めてきた中国と戦えるかって質問は差別とかも言ってる。日本の政治は多様性がないとも言ってる。立憲共産と主張の違いが分かりません。ネットの話、言ってることがもろに活動家、自民マジ狂ってる。まだいたのこの人、お断りだ。戸籍を破壊っても言ってるからマジ工作員。誰が選んだ、茂木か茂木か。差別って言えば何でも通るとでも思ってるのか。日本の政治は多様化がないとか言ってるけど、機械一斉が立候補できる時点で大嘘だ。多様性あるわ、ありすぎなグレーだ。本当言ったらあのアメリカ大統領選みたいに3代前まで戸籍公開しろってね。大嘘です。即時にこれが嘘と見抜けないような、バカな人さえ騙せれば何でもいいですかね。攻めてきた中国と戦えるかって質問は差別。何言ってんだろうこの人。戦いますか戦いませんか、答えりゃ済む話じゃん。差別って言えば切り抜けられる時代とはとっくに終わったと。きっと答えは戦えませんなんでしょうね。中国共産党にはお世話になってるからんつって、戦えませんでしょ。それ言いづらいから差別ってごまかしてんだろうな。夫婦別姓賛成、自分の名前を自分で選ぶことは人権。何の人権だかよくわかんないですけどね。そういう国から自分で選べない国が言うんだったら出ていけばいいんね。それはね、止めやしね。どこでもいいよ、どこでも行っていいよっていうのは保障されてますよね。どうしても嫌なら結婚しなきゃいいだろう。前は国連にいたそうなんで、大卒文系、低生産性、大学で吹き込まれた道義的正しさを武器にキャリアを築こうとする連中をルンペンブルジョワジーって呼ぶらしいであります。これは最近の概念なんですけども、まあアメリカの方で言われてるね、ルンペンブルジョワジー。具体的にはですね、コードの一つも書かずに解雇されたツイッター社員のようなどうしようもない生産性の低い意識高い連中だそうで、正義を振りかざす連中。話は飛びますが、 WBPC 何の取り柄もないが高尚な正義を振りかざす、あるいは振りかざす振りして公金チューチューしている若草、たった8人を救うために45人の弁護士、45人の弁護士買ってんのも、これもルンペンブルジョワジー、救済事業なんですけどね。若草がやってんのがルンペンブルジョワジー救済事業で、金もらってる弁護士どうも45人がルンペンブルジョワジーと。なんか長いんですよねこれね。もうちょっとね、鋭い短い4文字熟語ぐらいにしないとな、これな。うまい言葉ありませんかね、これね。国連安保理決議、ロシアはウクライナから即時撤退しろ。賛成、日米欧など、141カ国。反対、ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、シリア、エリトリア、ニカラグア、マリ、7カ国。棄権、中国、インドなど、32カ国。賛成3分の2以上の、賛成で、採択されたそうであります。ネットの話、踏み絵。
西側は影ではロシア側って設定どうなった、これあのロシア擁護派が初期に盛んに言ってたことですね。中国が危険ってロシアにとっては結構やばい状況では、そろそろ開戦1周年なのに成果なし、まあ成果ありましたよ。プーチンって頭おかしいなっていうのが全世界に広まったっていう。決議したのか、もう安心だ、錯乱中国とインドで30億人が危険か。まあその2カ国でそのぐらいいますわね。反対したですね、エリトリア、ニカラグア、マリなんかはですね、状況も上がらず賄賂で転んだんでしょうね。シリアと北朝鮮はロシアの子分っていうのは判明してますからね。中国は危険、本当はロシアの味方したいけど、物陰から利益を狙ってじーっと状況を観察してるんでしょうね。中国共産党が声明出しました。これに関して、ロシアとウクライナは停戦してよ。これに対してストルテンベルグ NATO 事務総長、かっこいい名前だね、ストルテンベルグ、言いにくい、 NATO 事務総長、中国はロシアの侵略を非難できないのだから、そもそも信用がない、中国がロシアを支援すれば深刻な事態になる。まあ裏で中ロが何してっか分かってるようでね。ネットの話、火の玉ストレート、よく分かってんだなと。そもそもレッドチームだし、公の場で馬鹿にされる中共、中国に信用がないのは世界共通。ここまでボロクスに言うってことは、中国が軍事支援する確信があるんだろうな。もうロシアにドローン提供してるぞ、本当のことをさらっと言った。中国共産党に信用ないのは世界共通認識のようですね。侵略を非難できない中国は信用がない、これは正論ハラスメントだな。真実ほど人を傷つけるっていうですね。中国共産党は小金持ちで頭も悪いんで、こう言われても何言われてるかは理解できないかもしれないですけどね。インドが危険とは、中国を抑え込むためにですね、日米印豪が協力し合ってるけど、なんか全面的に信用できないですねこれね。そういえばロシアからも兵器買ってたような、国家に友達はいない。これは肝に銘じないと信用できねえ。なんかね、保守界隈でもこと台湾会話になると途端に甘くなっちゃう人らいいんですけど、もう言っちゃいますけど、チャンネル桜、チャンネル桜界隈今何やってんだろう。国盛りで衆院選大失敗して、参院選大失敗して、山下俊介さんみたいないい人逃しちゃって、チャンネル桜、あそこね、ぜぜひひでと言っときながら台湾のこととなると途端に甘くなんだけど、なんでだろうな。台湾だって他の国よりはマシだけど、全面的には信用できないですからね。尖閣諸島は我が国領土とかもかつて言ってたんだし、まあまあね、知り合いの息子さん夫婦が台湾で住んでっから、あましは悪口は言いたくないですけど、台湾の悪口じゃないからね。台湾って聞くと途端にヘナヘナヘナと全面的に信用しちまうチャンネル桜の悪口言ってんすからね。まあどうでもいいんですけど。というわけでメール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして登録なさってください。日本改革党ご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。